夜の本棚へようこそ。管理人の神田と申します。よろしくお願いします。本日はちょっと、お知らせといいますか、ちょっとしたご報告みたいな動画となっております。タイトル見ていただいたら分かると思うんですけれども、この度 YouTube を始めて1ヶ月やってきまして、今回このチャンネルの、イラストを描いていただきました。この YouTube を始めようって、ずっと考えてはいたんですけど、実際具体的に何やろうかっていうところとか、どうやってやっていこうかみたいなところを考え始めたのが、大体始める1ヶ月前ぐらい、3月とか2月の終わりぐらいだったんですけど、ちょっと、知り合いの方にお願いをして、実は裏で書いていただいてました。で、それで、それが完成したっていうふうにいただいたので、ちょっとこんな感じで動画にさせていただければなと思って撮らせていただいております。今回書いていただいたのは、いつも、僕の本の表紙だとか曲とかを上げるときにイラストを書いていただいている方なんですけど、マキラムさんという方に書いていただきました。もう本当に、マキラムさんとはかれこれ多分10年ぐらいの、知り合ってから10年ぐらい経つのかなっていうぐらい、長くお付き合いさせていただいている方で、一番最初始まりは、僕ずっとブログを中学高校とやってまして、多分僕と同じぐらいの年代の方だったらわかると思うんですけど、そのぐらいの頃結構ブログが結構主流の、インターネットのツールで、今みたいにツイッターとかインスタグラムとかが全然もう出来たて、ツイッターが出来たてぐらいの時期だったので、本当ブログか掲示板かみたいな時代だったんですよ。僕もやっぱりその、SNS 的な使い方でブログっていうのをやっていて、その中で、マキラムさんと知り合ったって感じですね。僕が当時ニコニコ動画をやっていたので、そこに動画を上げるときにちょっとイラストを描いてほしいっていうふうに頼んだりして、そこからいろいろやらせてもらったって感じになってますね。そこから僕が動画を上げたりもそうですし、実際自分の小説を書いて本を作ったりとかっていうことをするようになったので、そこのイラストを結構お願いしたりっていうことを、してました。というのもやっぱりマキラさんの映画個人的に好きだっていうところがありまして、なんかすごい独特の雰囲気を持った絵を描かれる方なんですよね。毎回こうやってなんかこういうイメージでお願いしますみたいなお願いをするんですけど、本当にこの僕が伝えたいイメージ通りかつそこを大きく超えて、なんかすごいいいイラストを描いていただけるので、もうすごくありがたいなっていうふうに思ってます。なんかそういう意味でこうすごいなんか読解力のある絵と言いますか、僕がこう実際小説のその原稿みたいなの渡したりとか、あとはストーリーみたいなの送って、こういうイメージなんですけどみたいなことをお伝えするんですけど、それをこうしっかりなんか自分の中で消化していただいて絵に落とし込んでもらえるみたいなところがすごいあって、なんかこうやっぱりその小説とか曲とかを作っていく中で、自分の中でもイメージというか風景みたいなのは漠然とこうもちろんあるんですけど、それをこうしっかり具現化してくれるっていうのは、やっぱりこうイラスト絵っていうものの力はすごいなっていうのを毎回書いていただくたびに感じています。多分ご本人も漫画とかを書かれたりしているので、その辺のこう絵に持たせるストーリー性みたいなのもすごいうまく表現されてるのかなとか思ったり、なんかそういうところがすごい僕の中でしっくりきて、毎回ちょっとお願いして、無理を言って書いていただいているような形ですね。で、やっぱりすごいこう、いろいろやらせていただく中で刺激を受けている部分っていうのもすごいたくさんあって、実際こう昔僕が結構無理を言って絵本を何度か作らせていただいたことがあって、一番最初に作った絵本で、迷子の森でっていう絵本があるんですけど、この本は一人の女の子が森に迷って、いろんな動物とかに出会いながらこう冒険するみたいなちょっとしたお話なんですけど、その中でこう顔が熊の男の人が出てくるんですよ。で、それ別に僕のなんか話の中にあったわけじゃなくて、多分マキラムさんなりの一つの表現として置いてくださったんですけど、なんかその絵を見た時にすごいなんか面白いと思ってなんか感動したんですよね。なんか僕の話にすごい雰囲気合ってるのに、こう全然話に出てきてないのをポッてこう付け加えてくれて、なんかすげー面白いって思って、でなんかその
顔だけ動物で普通の人間みたいなのってすごい、なんかその時にすごい面白いなって思って、そのイラストを着想としてなんか小説を一本書いたりしました。そういう意味ですごい刺激を受けてたりとか、あとは僕ずっとこうやりたいことがありまして、普通話があってそこに対して絵をつけてもらうっていうことはすごい多いと思うんですけど、なんか逆のことを一回してみたいなってすごいずっと思ってて、まあ、どういう意味かっていうと、なんか絵がある状態でその絵に話をつけるみたいなことがすごいやりたいってずっと思ったんですよね。でそれもマキナさんに結構無理を言ってお願いして、その時出したのは短編集みたいな感じで、一つ一つの物語はつながってないこう一冊の本を出すってなって、そこに入れる短編をいくつか事前にお渡しして、全体としてはこういう雰囲気になります。でその中でこう一つその全体の雰囲気に合わせつつ全然関係ない絵を一個描いてもらえませんかっていうお願いをして、まあその絵をもらって僕が文章を書くみたいなことを一度やらせていただきました。その時もなんかすごい僕の中でしっくりくる絵を描いてくださって、おかげですごい僕の中でもいい文章小説が書けたなっていう自負があって、なんかそういう意味でやっぱり自分にないもの、絵っていう自分にないものを取り入れてくれる存在っていうところで、本当にマキナムさんには大変感謝しておりますし、まあなんというかこう創作における一つのこう刺激みたいなところにはすごいなってるかなって思います。まあなんかもともと僕自身がこう絵に対するすごいコンプレックスみたいなものがありまして、僕もともと一番最初小学生の頃は漫画家になりたかったんですよ。小学校確か4年生ぐらいの時に週刊少年ジャンプっていう雑誌に出会っていまして、その時に漫画って面白すげーって思ったんですよね。でそこからなんか漫画描きたいなって思って、実際小学校の頃は自分で漫画を描いて友達に見せたりとかってことをしたりしてたんですけど、中学生ぐらいになってだんだんこうやっぱりそれぞれみんながいろんなことに取り組んでいくじゃないですか。その中で自分は絵は違うんだなっていうことになんか気づいたというか、なんか才能って言葉を使っちゃうのはあまり良くないのかもしれないんですけど、絶対俺絵の才能ないなみたいな感覚がすごいあったんですよね。コンプレックス僕たくさんあるんですけど、その中でも絵を描けないっていうのはなんかすごい自分の中で一つコンプレックスがあって、なので逆にこう絵を描ける人、まあ、絵っていうものに対する憧れみたいなものはすごいあるのかなって思いますね。なんでこう絵を描いてもらえる方と一緒にこう活動できるっていうのはすごい個人的に嬉しいなって思ってます。でまあそんなわけでこう今回このような形で絵を描いていただいたので、今後はまあチャンネルのアイコンだったりとか、あとはエンドカードみたいな形で使わせていただいたりとかをしようかなと思っております。もしかしたら今後僕が出す本だったりとか、まあ何かしらの形でまた牧野さんにお願いして、まあ何か作ることもあるかもしれないので、もしよろしければ牧野さんの方もぜひ、ツイッターとかフォローしていただけたら嬉しいなと思います。牧野さんの絵も見てみてください。はい。まあ本当、いつもありがとうございますって感じです。で、まあちょっと動画の内容としてはここで終わりなんですが、まあさすがにちょっとこれだけで終わってしまうとあまりに味気ないなと思ったので、今回も一冊だけ本を紹介させていただきたいなと思います。今回のお話は絵っていうところのお話をしたので、まあその絵っていうところに関する本を一冊持ってまいりました。こちらですね。鳥の王様、ショーン・タンのスケッチブックという絵本。ショーン・タンという絵本作家兼イラストレーターみたいな方の、まあ、スケッチブックを一冊の本にしましたっていう本ですね。これは確か一番最初初めて見たのは吉祥寺の古本屋かなんかで、吉祥寺の古本屋で一目惚れをしてこの、本を買って、それ以来いくつかショーン・タンの、まあ、絵本も読んだりしました。このショーン・タンという人は基本的にはこう架空の動物とか、まあ、ちょっと動物と機械とか建物みたいなのを
そういう無生物的なものを掛け合わせたイラストみたいなのを描いている方です。ちょっと調べれば出てくると思うんで、なんか絵の雰囲気とか知りたい方はぜひ調べてみてください。で、まあなんかその架空の動物とか、そういう、まあちょっと不気味な雰囲気の、まあ、デザインが多いんですけど、そんな中でなんかどことなくこうノスタルジーを感じるようなあったかい優しさみたいなのも感じられるイラストっていうのがすごい多くて、その辺のこう奇妙なアンバランス感みたいなものがすごい魅力的だなって思う作家さんです。これさっきのマキラムさんの話にもつながってくるんですけど、やっぱりこう一枚絵だとしてもそこに何かしらのストーリー性みたいなものが感じられる絵がすごい好きだなっていう感覚があって、まあ、そういう意味でこのショーン・タンという作家はすごい、ただ一枚の絵の中にもこういろんな物語が含まれてるんじゃないかっていうことをこう想起させるような、なんかそういった想像力を湧き立てるような作家さんだなと思います。で、特にこの本はスケッチブックなので、まあ、基本的にはこう完成した絵ではなくて、こう雑多なラフとか、まあ、書き途中の絵だったりとか、その絵の元になるようなイメージみたいなものがこう点々と収録されているような本になります。で、その雑多な感じもすごい面白くて、なんか完成してないからこそこう余白を持った絵になっていて、そこに僕たちのこう想像力みたいなものを補完させることによってこう楽しむことができるみたいな感覚がすごいあるので、そういう楽しみ方、特にまあそれこそ小説だったり音楽だったり、そういうものづくりをしてる人だったら、まあ、このスケッチブックっていうものを覗き見するっていうのはすごい面白いんじゃないかなっていうふうに思うので、この本すごいおすすめだなと思います。まああとはこのスケッチブックの中に入ってる絵はが元になってこう実際に絵本になったりとかしてるものもあるので、なんかそういうつなげてみるみたいなところも面白かったりするので、まあ、一冊でも楽しめるし、ショーン・タンという作家を楽しむ上でも必要な、大切な一冊なんじゃないかなと思うので、ぜひお手に取ってみてください。ちょっと僕と言っても、僕、古本屋で買ったので、ちょっともしかしたら絶版とかになっちゃってたら申し訳ないんですけど、ちょっと後で調べてちゃんと載せておきます。そんな感じで今回はちょっとしたご報告の動画でした。この後、エンドカードをとしてイラストを使わせていただいておりますので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。さよなら。